おはようございます。今日は4月16日の土曜日です。おはようございます。皆様早起き、おはようございます。やっぱり雨なんですけどね、寒いですね、東京はね。皆様のところはいかがでしょうか。そんな朝ですけれど、どうしようなんかないですみたいな感じなんですけど、もうね、やっぱり地方によってね全然違いますね。なんかね、なんかインスタ面白いなと思って見てますけど、そんな感じですね。じゃあちょっともう先に聞くやつにしようと思います。聞くとなんか言うこと、昨日もなんか全く何にも、いつもそうですけど、なんかよりなんかもう日に日に何にもなんか考えてなく来ますけど、ここになんか引くと、なんかやっぱそっからなんですかね、引いたところからなんか昨日もちょっとびっくりっていうか、引いたところからなんか結構なんかスイッチ入って喋っちゃったなみたいな日だったので、それも含めて行きたいと思います。お願いします。ちょっと電気つけますね行きます。
りました、ありがとうございました、終わりましたっていうのもある。何ですかね、今日これでした、なんか結局返してない、CD とかを貸していただいて、そのなんか432とか432ですけど、でも結局432を基準に調律すると、なんか432とだけ言ってますけど、全部のドレミファソラシドが全部432を基準に動いたやつはそれぞれやっぱり意味がある音みたいで、でもなんかでも今例だったけど、やっぱりそのなんていうのかな、7つのチャクラ分っていうか、ドレミファソラシドは一緒だから分がそれぞれラの音を最初に432に決めて、でそこから割り振っていったら全部やっぱり全部そっちに合ってくるじゃないですか。だからその432と共鳴する他の音たちっていう調律になっちゃうから、結局別にどの音もっていうか、その楽器がそういう楽器って、癒しの楽器じゃないけどに多分、ちょっとそれもそれだけじゃないですけど、432に調律されていなくてもじゃないとできないってことはありえないと思いますけど、だってっていうか、その普通の普通の一般的な調律されたピアノを一般的な調律されたピアノ432じゃないね、なんだったっけ、440だっけな、ピアノでも何でもそうだけど、それでしょうもないやつもあるし、それでも天まで連れてってくれる演奏もあるから、やっぱり楽器を言い訳にはできないということはもう絶対だなと思って、それを前面に出してはいけないしっていうか、いいんですけど、私は嫌だなっていうか、432だからすごいですって言ってっていうふうには言ってはいけないなと思ってますけど、あとその環境でそれがこういうこのなんていうの、例えばフィギュアスケートの人だったら与えられたリンクでベストを尽くすしかないじゃないですか。その氷の状態がなんか432的な氷の状態じゃないから踊れませんとは、滑れませんとは言えないから、どんなとこ行ってもそこでっていうことですよね。だからこれとかだと、逆の話ですごいなんかやりにくさ極まりないとか、やりたいことが全然できないとか、その通常のテクニックが使えないって文句言って、これはピアノじゃないっていう人も、でも来たらねどうぞ弾いてくださいって言うから、それでなんかそのクラシックをすごいバッチリやってる人が、ピアノじゃないって一言で言って切り捨てるっていう人は何人もいましたけど、でもなんかいやじゃなくて、私はこのなんか例えばこの生き物としてっていうか、その人としてっていうか、そのいい悪いじゃなくてこの人が好きでこの人と付き合おうと思って、それでそれありきで、でだからそのすごい条件の悪いスケートリンクでも、そこでそれありきで、そこでベストじゃないけど、そこの中でいいやり方を、そのピアノがこのピアノとして響く、やこっちに合わせていくっていうか、自分をこっちに合わせていくっていう、ピアノをこっちに合わせるんじゃなくて、私をピアノに合わせていくっていう風に思ってやってきたら、なんか実は432だったっていうだけのっていうか、だけど432とその弾き方もまた関係ないけど、なんかそんな感じ、なんかで今なんか例の音だから、よくね432に合わせてラの音でやったりするけど、今日はレだったけど、別にレっていうかいっぱい音やってるけど、なんか最初レからレの世界だったけど、
でもなんか確かにこれは432から逆算して割り振られた例だから違う例なんだよなとかちょっと思った話でそんなこと言ったんですけど、でもまた違う方に話が行っちゃったけど、そのピアノの方に合わせるっていうので、これ本当に本当にこの人先生っていうか、弾き方を変えましたね、私の。それで、その調律した方じゃないや、修復した方が言ったんだけど、でも修復した方が修復した感想として言ったんじゃない言葉で、でその方別にピアノを弾かれますけど、ピアニストとかではないから、そんなにタッチの、それも普通に弾くって言ったら弾くって一種類って思ってるっていうか、その微妙なところを狙ったりとかして弾く人ではないから、多分フランスで10年ぐらいピアノのアンティーク工房でお仕事されてた方で、いろんな方の話を聞いてるから、職人さんとかそういう古いピアノの愛好家とかの話を聞いた中で、どっかで聞いてきた話なんだと思うんですけど、これピアニーノ弾いてると、教えられますよって、弾き方変わりますよって言って、その普通のピアノで、だからつまり弾けなかったやつがピアニーノ弾いてるうちにテクニックが変わって弾けるようになったりしますよって言われたんですよ。だけど全然ちょっと意味が分かんないと思って、その何て言うのかな、ハードっていうかな、筋トレとか、例えば極端な話だと、巨人の星とかの大リーグ養成ギブスじゃないけど、ああいう感じで、わざと鍵盤重くしたり弾きにくくしたりとかする人いるんですよね、たまにマニアックな。でそれでなんか大変なピアノでやっといたら、普通のピアノがめっちゃ軽々に感じて、早く動くとか、起き音が出るとか、まあ単純に言っちゃえばそういうのの逆で、でそれで鍛えるっていうのは、まあ分かるけど、弊害いっぱいあって、コントロール効きにくくなるから、まあちょっとそれだけではねと思って、まあそれ置いといて、そのピアニーノはその逆で、軽い方だから、軽くて音が何て言うのかな、のでこうちょっと考えたら、こっちに慣れちゃうと普通のピアノが弾けなくなるっていうか、難か、なんていうのかな、力がとか、なんかね、いろんな考え、そっちの方が分かるなって感じだったんだけど、やっぱりなんか、すごい微妙な話になっちゃうんですけど、でも昨日の話ともつながるんですけど、もうちょっと誰にも通じないけど、まあ自分のために言ってるって感じで言うと、力じゃなくて、弾くためのいろんなことをテクニックと言うならばテクニックなんですけど、ピンポイントで響くところがあるんですよ。やっぱりそこをやっぱ自動探し、本能的にやっぱりちょっとでも響かせたいから、響かないピアノなりに響くこうポイントっていうか、それが、私の体の状態でもあるし、それからピアノの、まあ、この世的な緯度経度じゃないけど、ここっていう、まあ、例えば鍵盤から、これが鍵盤がこう下に降りるまでにここ1センチがあるとしたら、一番下まで行ききらない、下からなんか1、2ミリぐらいとか、そういうふうに言うてしまうと、それ毎回動いちゃう、なんかあれですね、ツボですね、その多分人間の体のツボって、だって図で描いてとか、そこの人の体にマジックで点描いたって、そんなの動くじゃないですか、その日によってとか、そういうなんかポイントをこう対話してて探しに行くみたいなことを毎日やらざるを得なくなり、ってかやっちゃうじゃないですか。それでそれこそなんか人間だったら、あ
例えばある人を使ってあの針の練習するとしたら、あ、そこツボですみたいなとか、あ、ここはいたみたいな間違いですとかいう感じにこう反応が返ってくるから、そのそこツボですっていう時には本当にポーンって響くから、それをなんかやってるうちに力じゃないんだみたいな、分かってたけど、で、まあ、過去 の、 ことも検証しに行くと、謎にうまくいったあの時っていうのは、あ、そういうことだったのかなとかだんだん分かってきたりすると、他の例えば大リーグ養成ギブスピアノじゃないけどめっちゃ重いピアノでも力じゃない、だってツボって力じゃないから、でよく分かりませんけど、鍼灸師の方が本当のツボにはまると1ミリとかなんかちょっとしたこちらの圧もいらないで針が勝手に吸い込まれていくって言ってましたけど、本当にそのすっごい鍵盤が重いピアノでもそういうなんか道がっていうか軌道がっていうか、なんか嘘みたいだけであるっていうのがやっぱりピアニーノからなんですよね。ピアニっていうか、そんなこと思ってなかったけどピアニーノでそのツボっていうか、なんていうのかな、この世じゃないんですよね、この世じゃないっていうか、ここの場所っていうんじゃないんだけど、まあ刹那とも言えるかもしれないけど、あるポイントそのっていうので、まあこう慣れてて、それでうっかりこう切り替えないで普通のピアノ弾いた時に同じなんだっていう、そのツボはそのピアノの構造とか重さとかは違うんだけど、なんかね、そんな感じ、そんなんかちょっとわかんないですけど、わかんないけどそんな感じのことをがあるなと思って、それがなんかそういうことをなんかその昔の人がこのピアニーノと付き合ってきた人たちがなんか思っきっと知ったんじゃないですかね。でそのまあ基本フランス近辺にいると思うんですけど、あんまりないけど、そのもうプレイエル潰れちゃったし、しかもなんかねもう作られとっくの昔に作られてないから、そう何台あるのか知りませんけど、その弾いてた人たちも死んじゃったかもしれないけど、人たちがこっちこれで弾いて、この弾きにくいピアニーノで弾いてるうちに、なんかそのツボを見つけるみたいなことがあるのかもしれないっていうか、まあそうだなと思ったりしましたけど、それでね、それは今思ったんですけど、ちょっとなんか弥生さんが言ってくださったんですけど、今朝透明感が増し増しな気がしましたのですがっていうか、本当にって感じ、そうだったらめっちゃ嬉しいんですけど、やっぱ弾き方変えてるか変わっちゃうから、今朝別に狙ってないですけど、でもあ、忘れてたけど、弾く瞬間まではなんていうか、昨日今日で流行ってたことは勝手にこうこっちにあれしますよね。だからちょっとそれを言うけど、クロス先生は19世紀に書かれた作品は432が自然かな、ピアニーノは反響がない空間でも響くホールの音響効果のような残響がピアニーノに設計されてるのですかねって言うけど、残響をめっちゃ求めたみたいですよ、作った時には。というのは、その前がチェンバロとかで音はもう弾いてポンって消えちゃうのが当たり前だったので、こう響くっていうのがめっちゃ欲しかったみたいで、人たちが。でだからチェンバロとかバロックの楽器っていうのは音を伸ばしたいと思ったらこういう風にいかないから、こうやって隣の音とこうやってずっと弾き続けてることで伸ばしてるっていう形にしてたんですよね。
それで4ただねなんか432で調べたらそうでもないくてなんかあの 色みたいですね。その時代のチューニング今のチューニングではないけど、でも432はね誰だったっけ、誰か一人作曲家がすごいシュタイナーはすごい言ってんのと、あと、ベルディだったっけな、なんか432にめっちゃこだわった人一人いましたけど、あそうそうそう、バッハの時代は442の調律ですとパンパンに張り詰めすぎた余裕ゼロの味気ない響きになってしまう印象ですね。そうかもしれないです。なんか多分同じことなんだろうな。そのいや昨日私が本当に考えてなくて、だから脳みそ外にあるっていうやつですね。その喋らされたとは言わないけど、まあ分かってること、昨日喋ってるうちに分かったことっていうか、簡単に言うと、すごいもうマニアックすぎてもうどうでもいいって感じで申し訳ないってあれなんだけど、昨日は雨でずっとマイナーだったと。で、マイナーでそのエゴでメジャーに切り替えるのはなんかちょっと、汚いっていうか、だなっていうことがよぎったなみたいな話をしてて、でも、実はなんかいろんな民族のこうなんていうの、自然発生的に命から出てきた音楽みたいなのってマイナーともメジャーとも言い難い両方をこう行き来するような明るいとも暗いとも言い難い音階って、結構日本の音階もそうだけどその両方共存してるみたいなのみたいな話になって、その結局裏表だから。どっちでもなくてどっちでもあって、でそのなんか そういう話をね、だから 音階もそうだ、あとか明るい暗いとかも、明るいのがいいとか暗いのが悪いとかって結構ナンセンスっていうか、でむしろその暗さの、例えば音階でも単調の方が種類があるんですよね。単調ってだけどこれも単調 でこれも単調、3種類あるんですけど、だからやっぱりそれだけでも3つの可能、調調はやっぱりもう決まっちゃってるから、ちょっとこのピアノがね分かりにくいけど、だからやっぱり単調の方がいろいろ何ていうのかな。で昨日そのインエーレイさんだっけ、そのなんかね、暗い方っていうかそっちの方にむしろ情緒がじゃないけど、なんかそんな話になったり、いい悪いじゃなくてそっちがないとこっちもないみたいな、陰がないと陽もないからみたいな話の流れでチューリップの話したんですよ私が。それがその結局なんでそこにいきなり行ったんだろうと思うんだけど、先生が死ぬほど怖かったって話になったのはチューリップの話がしたかったからしたんですよね。結局そうだ、昼間がいいとは限らないって話で、やっぱり例えば写真撮るとかなんとか言っても一番明るい時とか今光がすごいいいからとか光を求めるけど、そのピアノの死ぬほど怖い先生がなんか菩薩のようになる瞬間っていうのが一日一瞬だけあってっていう話で、その夕方 その旦那さんが植えた見事な庭のチューリップがピアノの部屋から見えてて、でその先生が発狂してんだけど、その日が暮れるっていう暗くなる瞬前にあーっとか言って突然穏やかになって、そのチューリップを見ましょうみたいな時間にチューリップに先生がなんかこう見とれるみたいな時間があって、それがその暗いのに突然なんか昼間と違う色で浮かび上がってくるみたいな、発光するみたいな色になる時間があって、
で、これが好きなのよねって言って先生見て、それでその時はなんか優しくなって、それでもくれちゃったらカーテン閉めてまた怒り始めるっていうなんだけど、その時間っていうのが、の話をしてて、後であれだと思って、大間が時ってやつですよ。その大間が時って、会う、魔性の魔ね、大間が時って、だからそのあの世とこの世の境も曖昧になり、だからちょっと怖い時間でもあって、なんか、なんていうの、神隠しみたいなのになる時間とか、昼と夜の境目ですよね。だから陰と陽の切り替わるところとか、そこが、でそれが、オランジュリー美術館のモネの絵の中の一枚が夕暮れ時の睡蓮で、でそこの睡蓮がまさに暗い画面なのに、パッてボッてなんかポッてこう、なんかお花がちょっと火がついたように浮かび上がってるみたいなやつもあれだなと思ったんだけど、それがその結局際なんですよ、切り替えポイントで。で、まあ、散々聞いてたんだけど、切り替えポイントが大事だって。だけど結局切り替えポイントって、次元超えるね、入り口なんですね、あそこは、っていうことがなんか実感として。だからなんか、呼吸も吐いた息が、吐いた息が今度吸う息に切り替わるポイントっていうか、そこがなんか勝負みたいで、でだから吐いた息が、息を吸って、それで吐いて吸ってっていう、そのスーッと吐くの間にはダラ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 じゃなくって、はっきり切り替わるところがあって。それで、だからなんかね、わかんないですけど、私のなんか解釈ですけど、最新の、前はものすごい雑に吐くもの、吸うものっていう別のものがあって、二酸化炭素を出す、ゴミ捨てるみたいな、でまたなんか生きるために酸素吸うみたいな、そのバラ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 ってなと思ってて、でそうじゃなくて、いやもう一つの永遠のメビウスっていうか、永遠の循環で、自分が吐いた息が今度は、なんていうのかな、それが自分の吸う息にまた注がれていくっていう、どこにも漏れないっていうのは、その酸素と二酸化炭素だって思うからそうなっちゃうけど、酸素と二酸化炭素は結果論っていうか、本当の目的は、命のエネルギー回してるみたいな、なんかいろんな言い方があるらしいけど、気とかプラーナとか、なんか何でもいいんだけど、なんかそういうものをこう循環させてるのが呼吸の動きのメイン事業っていうか、でっていう話を、そのある容疑の自叙伝から思ったんだけど、それと、まあ、で、その入った息から吸う息に行く、まあ、そこ通過するっていうか、その通過するその切り替えポイントで一回、吐くでも吸うでもない、どっちでもない、刹那があるんですよ、刹那。だからその本当にその桜の刹那じゃないけど、時空がないとこがあるんですよ。でそこっていうのは呼吸が止まるっていうか、止めるんじゃなくて、まあ、ないっていうだけで、なんか作用として、なんかこっちの作為によって止めるっていうのとも全く違う話で、なんか息を引き取って死ぬみたいなのに近い自然発生的な無があって、でそこで例えばホームラン打つとか、4回転ジャンプ飛ぶとか、
そこでやってるんですよ多分。そこじゃないとそのなんていうんだ、ピンポイントに軸が合わない、なんていうんだろうな、なんか多分それだと思うんです。そのなんかやるときに息を止めてるって言うんですよね、そういう人たちって。だらだら呼吸してたらそういうパフォーマンスは絶対できないっていうポイントがあって、それがそこで、だから、そこの切り替わりポイントを、まあ、だから 0.1 ミリの世界で雑にやっちゃいけないっていうのはなんかわかんないけど、私が最この間思ったの、昨日思ったのはわかんないけど、そのだらだら、丁寧になんだけど、丁寧にするその目的は、その大曲がどきっていうか、その、切り替えポイントか刹那を通過しちゃうからなんだと思うんですね。雑に行くと通り過ぎちゃうから、そこのピンポイントにカチッってはまるために超慎重に切り替えポイントを通過するんじゃないのかなっていうか、わかんないですけど、っていうか私はそこに会いたいと思ったら、ピントが会いたいと思ったら、やっぱりそれこそ息を止めて慎重に行かないと、そんなの絶対過ぎちゃいますよね。だからよくなんていうの、青い鳥はここにとか今こことか言うけど、多分今ここってそんぐらいシビアなんじゃないですかね。その もう毎瞬間、あ、そっか、だから毎瞬間見逃し最新三振してるって言ってましたけど、それなんですかね。だから毎瞬間本当見逃して切り替えポイントをなんてまたいでいっちゃってるだろうなと思って、その感じ、それを、まあ、意図的ではないけど、あ、そこだなってすごい思って引いたので、今日引いたのでっていうか、いろいろ間違えてますけど、音の質としてね、1音の音の質として、何の音弾くとかの以前の話で、音の質としてもしかしてその透明感があるとかって思ってくださったんだったら、いや死ぬほど嬉しいんですけどみたいな話ですね。その弥生さんがなんかそうかもしれない、だからやっぱ合ってるかもしれないこれがみたいにちょっと思いましたけど、そうするといやー本当に時間じゃないですよ皆さんみたいな感じで、大変だ、何十時間かかるとか言わないで、本当に1ミリも動かないで、なんかなんて言うんだろう、ワープできるかもしれない、かもしれないだけですよ。だけど面白いじゃないですか、そういうなんかもう分かっちゃってる、死ぬまで分かっちゃってるとかより、だからなんかそこで ありがとうございます、でもだからなんか違うなって、だからそれがフローだと思うんですよね。だから全部話がつながるじゃないですか。やっぱりこのね、自力じゃないところがあるんですよね多分。筋力じゃないしって言って全然できてないんですよ。だからなんかこれから実験してるんですけど、でもまあだからできてない、今までのやり方だとできないことを設定しちゃうと、やり方変えざるを得ないのでっていうなんかね、やり方ですけど、なんかなので、じゃあ、まとめっていうか、どう役に立つ、これが皆さん私の役にも立つか分かんないですけど、まあだからあり方なんですけど、なんかやるときに、難しいね、体の感覚というかね、こうなんですよね。なんかだけど、なんか不思議、なんか地に足ついてるんじゃないんですよね。地に。まあ、グラウンディングとか言うけど、グラウンディングはしてるんでしょうけど、するんで必要でしょうけど、
収容っていうか、なんかそのやっぱりなんかあの極限にバランス取るみたいな感じなんですかね、陰でもない陽でもない、気はだから、うん、でもなんかあれだと分かりやすい、だからその大間がなんか昔の人ってすごいなと思って、だからやっぱりそのにに日常の中でもその夕方あれもそうでしたよね、その丸山公園のしだれ桜が、それはなんかだからその有名な方のライティングが、やっぱりライティングっていうのももうアートだから、照明とか言ってる場合じゃないっていうか、多分本当になんか芸術としてすごいとこまで行ってる方が多分やるんだと思うんですけど、そうするとやっぱりその狙ってんのは大間が時みたいな感じなんだろうなと思う。いきなりなんか生めかしくなるんですよ、ほとんど枯れ木に近いようなっていうか、もう超高齢者じゃないですか、後期高齢者どころじゃない老婆の桜が、でも多分そのライティングによってその時間を伸ばしてるけど、きっとその誰もいない、例えば山にそういう桜がいたとして、誰も見て、誰か一人の人が行ってそれを見た時に、夕方の一瞬大間が時に女になるみたいな、妖艶って感じになってたんですよね。で生めかしく、だから命がこうなんか湧き出るみたいな老婆だったはずなのにとか、それがやっぱりそのある瞬間っていうか、大間が時のマジックタイムで朝でもない昼でもない夜でもないっていう際のところの時間のにカチッってはまった時に、なんか植物はこうまたいじゃったりしないじゃないですか、雑には。本当にその瞬間瞬間絶対ずれないで、今ここにしかいないからカチッって必ず一日一回そこの時間にはまると、時間がないとこに抜けて、それでこうファーってなんかだからそれを昔の人はそこにその時なんかお化けを見たかもしれないし、あるいは本当に不思議なことが起きて何かがいなくなっちゃったとかあるかもしれないなとか思って、でだから大間が時は時間だけじゃなくて場所の大間が場所もあると思うので、だからピアニーノの中のそういう場所とか、だから多分なんか物を使ってやってる方だったらその機械とかのやっぱり場所、それが突然こうピントが合う場所とかきっとあるし、そんな感じかな、なんかちょっとわかんないんですけど、なんか面白いなと思って、日々面白いなと思っていますけど、そんな感じですかね。なのでなんかだからなんかとりあえずなんかそのだからやっぱ朝ですね、あとだから日の出ですよ、やっぱり日の出の時間のやっぱりとか、そういうのいっぱいありますよね、緑の光線って、エリック・ロメールの映画で緑の光線っていう映画があって、夕日が海に沈みきる本当に一瞬で、大まか時だそれも、その一瞬に緑の光線が見えるんですよ。でそれをそれはジュール・ヴェルヌだったっけ、エリック・ロメールの映画なんだけど、ジュール・ヴェルヌの小説の中のすごい美しい一節があって、その一節を読んでその緑の光線を探しに行くっていう映画で、それでなんかなんていうのかな、不満ばっかりの女の子がそれを探しに行く話なんだけど、それはなんか本当に自然のね、なんか光線がプリズムみたいに分かれていって、その沈む瞬間に緑がパッて出るらしいんだけど、それ見ると幸せになれるっていう言い伝えがあってっていうやつなんだけど、だからやっぱりそういうその自然をよく見てれば見ててもなんかある、
し動物をよ、あ、今日、あ、もう今頃終わりになって思い出しちゃったけど、今日違う話しようって昨日思ってて、でもなんかまた後で、ま、あの横尾美々さんがなんか 美術手帳っていうののウェブ版かな、なんかいっぱいなんか記事に、今度新しいまたね一世三宅の、一世三宅みーっていうのの、シリーズがこう今日15日からって言ったかな、今店頭にミミさんの絵がいっぱい並んでるはずなんですけど、あの近くにあのデパートとかあって、あの一世三宅みーがあったらちょっと見てみてみたいな感じなんですけど、そこのインタビューでいろんなこと話してて、やっぱり動物園に、ま、あのちょっと今日は言わないけど毎日行くのはその動物と動物から許しをもらう瞬間を待ってるって、帰っていいよっていう、なんかすごいこと言ってます、めっちゃ感動したんですけど、あの祈るように見に行くっていう感じって言ってた、なんかでその動物と何か通じ合って、あのだからやっぱりそのピントが合うっていうか、ちょっと安っぽくなっちゃうけど、でそのなんか言ってましたけど、そうだから動物見ててもやっぱりなんかね、そういうのってありますよねとか、でピアニーノも動物みたいなもんなんでとか、だからやっぱりでもきっと鍼灸とかやってる方は毎日そういうことをやってらっしゃるんでしょうしとか思いましたね。なんか面白いなと思う、面白いですという感じで、415の話ね。なのでどうか分かりませんけど、ちょっとそうやってやってみませんかとか言って、あのやっぱり そこしかないと思います。なんかあの敗者復活ポイントみたいな、敗者復活ポイントを探して生きてるんで、あのあれなんていうの、そういう感じっていうか、あーそうですね、あ本当だね、大間が時は新海監督の君の名はでも別時空につながる一瞬として描かれていましたね、本当でしたねそうですね、だからなんかあれですよ、もうまたそれになっちゃう、千鶴さんが今パリに行ってますけど、あのマルモッタン美術館、これ聞いてるか分かんないけど、マルモッタン美術館で言っとこ、なんか千鶴さん行くっていうので行ったらいいよっていうところを思いついたら LINE で送るっていうのを今やってるんですけど、そのマルモッタン美術館っていうのも浮世絵がね、あもうちょっとダメだ、もう終わんない、浮世絵弥生さんがね京都のなんか博物館ですっごいイケてる、なんか攻めまくってる、なんか浮世絵かな、あれなんか投稿されてましたけど、そのドビッシーの時代の人たちアーティストが浮世絵見てもなんか熱狂したんですよね、なんかあまりにもイケてて、でそれって瞬間切り取るじゃないですか、しかもなんか写実じゃなくて、あれもなんか切なんですよね本当に。でなんかまあそれはそうなんだけど、浮世絵がいっぱいコレクションしてあるマルモッタン美術館っていうところに印象派の最初の印象派の絵って言われてる印象日の出っていうモネの絵があって、一回なんか盗まれて大騒ぎになって有名になったんですよね、なんか贋作だったなんとかかんとかって言って、なんかストーリーがあったかもしれないけど、でもそれがあって、それも日の出ですもんね、日の出の一瞬をに永遠を見たみたいな感じですね。だからやっぱりそのいや分かってないでしょうけど、その際とか切り替わるポイントとか、そこを丁寧にとかよく聞いてましたけど、丁寧にっていうのはそのザッて通り過ぎちゃうから、感覚を研ぎ澄ましてそこを通過するっていうかっていう感じなのかな、その呼吸だったら吸ってもない吐いてもないポイントを通り過ぎちゃうかまたいちゃうから、そこにカチッて合うためにももう1ミリずつ進まないと
とかそういうことなのでしょうか、わからないですけど、そんな感じでも、まあ、確かにピアニーノの中にはそういうポイントがあるなと思う。ピアニーノ的なんか大曲がどきポイントじゃないけど、そこで鳴る音が、だから老婆の桜が女になるとかいろんなことがありますね、そこにはね、とか思いましたっていうことでしたね。ありがとうございました皆様。なのでまあなんかちょっと引き続き、そうだ、ミミさんとか、あとその友達の品川の、じゃあ東京の方はいないかもしれないけど、品川駅の駅構内の駅エキュートっていう中で、私の友達のエリさんって方がデゴット、デゴットジュエリーっていうのかな、っていうので、ちっちゃいコーナーですけど、その出店みたいにだけど、お店やってるので、もし通りかかった方は JR で通りかかった方は見てくださいみたいな、かわいい、これとかもそうです、これもそうです、これだいぶ前 の、 こういうなんかちょっと仰々しい宝石とかってやりにくいけど、気軽にやれるなんかリーズナブルな可愛いやついっぱいあって、なんかだけどなんかやっぱり彼女もすごいアーティストだなと思って、そんな感じに見えないんですけど、ふわーっとした感じの可愛い方なんだけど、なんか瞬間狙ってやってるなみたいな、話してるとめっちゃ面白いんですよね、とかいろいろですね。なんかそれぞれ皆さん自分の中でそういうのを探してやってんだろうなと思っておりますけど、ちょっとまたその紹介はっていうか、まあそうですね、ちょっともう一回ミミさんのも 見に記事見に行ったり、私もね、青山のこれ何だったっけ、石忘れちゃったんだけど、かわいい、気軽、やっぱり向かって母のとかあるんだけど、まあちょっとその時代がね、流行が違うからなんともね、だからやっぱりちょっとまあね、なんですけど、なんだったっけ、そう、青山の表参骨董通りじゃない、違う、表参道から来てところに、まあ伊勢三宅みーの本店にはミミさんの原画が飾ってあって、今だけなので見に行かなきゃと思ってるんですけど、ちょっと話が最後バタバタになっちゃった、そんな感じですね。ちょっとまさかのまたこんな長くなっちゃってすいませんでした。では終わりたいと思います。今日は4月のなんか私すごい自分でなんかよく解釈すると、この時間が今ここすぎて、私は誰、ここはどこになりすぎてて、本当に何月何日か分かんないんですよね。毎回ちょっと頭おかしいんじゃないかと思うんで、4月の16日土曜日でした。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に素敵な土曜日をお過ごしください。なんかではまた明日の朝に、失礼します。ありがとうございました。失礼します。